サッカーファンの皆さん、こんばんは。今夜はナイトゲームをお楽しみください。スタジアムは早くもサポーターの熱気に包まれています。実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしました。グループステージのこの一戦、セレッソ大阪が清水エスパルスと戦います。グループステージを勝ち抜くにはここも大事な一戦になりましたね。白熱した試合を期待しましょう。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。こちらも 4-4-2 のフォーメーションです。試合開始です。このパスは読んでいました。タックルでボールを外に出しスローインになりました。レアンドロ・デサバト、味方を使います。スルーパスでしたが合わないか。惜しいシュートでしたが枠の外へ飛びました。とにかく1点リードして楽になりたいところでしたから、これは悔しいでしょうね。ドリブルで相手を揺さぶります。1点リードにできるか。タックルでしのいだ。ボールを運びゴールに襲いかかります。見事な視野です。このシュートはうまくブロックしました。ボールをクリアします。プレスがかかりました。ゴール、ゴール。なんとあの距離から狙ってきました。素晴らしいロングシュートです。リプレイです。切り替えの早いお手本のようなカウンターでしたね。フィニッシュも完璧でしたね。ニアサイドのポスト際を狙って見事に決めてきました。監督もリードを奪えたことに満足しているようです。ここからさらに流れをつかめればいいですね。ボールを運んでいます。清水エスパルスのうまいパス回し、チャンスを伺います。仕掛けてくるのか。ディフェンスの対応が光ります。カウンターアタックのチャンスです。カウンターのチャンスを決めたい。素早く攻めに切り替えゴールを決めました。相手が攻め込んできたのを見計らったカウンターが見事でしたね。素晴らしいプレーでした。リプレイを見てみましょうか。
ボールを奪い一気に相手ゴールへと攻め上がります。そしてこのフィニッシュ、キーパーの位置を見てニアサイドを狙ってきました。勝利に大きく近づく1点が入りましたね。監督も安堵の表情を浮かべています。素晴らしい読みでインターセプトしました。サイドへ展開します。タックルでプレーを切りました。相手ボールのスローインです。サイドへパスを出します。素晴らしいサイドでのパスでしたが奪われてしまいました。これはよく見ていた。ここでスルーパスを狙う。キーパー反応した。ボールを弾く。松田陸、ここは縦をつくでしょうか。ボールには行っているか。どうだ。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。カウンターになります。早く戻らないと防ぎきれません。カウンターから見事なゴールです。カウンターへの警戒が薄くなった一瞬をうまくついた感じでしょうか。映像が来ました。敵の頭を越えるパスでチャンスを作り出します。見事なカウンターからゴールが生まれました。積極的な仕掛けが功を奏しましたね。個人の力でゴールへと結びつけました。これは見事なパスカットです。チャンスにできるか。決定的なパス。今のが決まれば同点でした。これはもったいない。レアンドロ・デサバト、ここはナイスタックル。タッチラインにクリアしました。うまく読んでいましたね。スルーパスが味方に通る。これはチャンス。タックゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。この距離でシュートを打たれたらゴールキーパーはどうしようもありません。別の角度からご覧ください。このパスはカットされます。いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。このボールは外に出てスローインでの再開となります。前半も残り時間を意識し始める時間帯に入ってきました。福西さん、ここまでは一方的な展開になっていますね。はい、エスパルスらしくない展開です。後半のことを考えると今のうちに1点でも返しておきたいですね。主審はよく見ていました。ここで試合を止めてイエローカードを提示します。プレイを流していましたが、今のは仕方ない判定でしょう。よく見ていました。走り込んだ味方にスルーパス。もうすまずは1点返したい。高い位置でカットします。
これはカウンターのチャンスです。スペースに見事なスルーパス、チャンス、よく止めましたがボールはこぼれています。守る側は最後の一人でしたから止めようという気持ちは分かります。しかしボールに行っていなければ一発退場でしょう。これはレッドカード、退場です。いやー、これは止めるしかなかったでしょうか。壁になる選手にキーパーから指示が出ています。直接狙える距離ですからね。後半戦キックオフです。ボールは相手に渡ります。スペースへのボール、レアンドロ・デサバト、信じられません、止めた。ボールを入れた、クロスパスに合わせてきた、ゴールを狙う、弾きましたがここはプレーを切りたい。 PK です。ここでリードを広げられてしまうとちょっと苦しくなりますよ。今のファールは PK の判定、イエローカードが提示されます。ちょっと軽率なプレーでしたね。審判はよく見ていました。PK は失敗です。ゴールの枠を大きく外れました。これならまっすぐ蹴った方がマシなんじゃないでしょうか。見事なスルーパスでしたがよく読んでいました。これは相手にパスしてしまいました。見事なスルーパス、さあ決められるか。シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたか。気は抜けない展開です。さあどうする、キーパー止めましたがまだインプレー。サポーターの一部から不満の声が上がっています。先ほどのプレーに PK の判定が出ませんでしたからね。奥野博明、直接ゴールを狙ってくるかもしれません。守る側は何人壁に使ってくるでしょうか。これはどうしましたか。フリーキックが枠に行きません。何か狙いがあったと思うんですがボールを思うように蹴れなかったんでしょう。うまいパス、高木俊之、これは見事なゴールでした。人数のアドバンテージを生かしましたね。退場者を出すとどうしても守備が足りなくなりますからね。リプレイを見てみましょう。すべてはこの突破から始まりました。フィニッシュはニアサイドを狙ったシュートでした。キーパーをよく見ていたんでしょうね。試合後の選手たちは監督から相当な激が飛んでくるのを覚悟しなければならないでしょう。選手がピッチに入ります。このボールは重要です。これはよく見ていた。絶好のチャンス、キャッチできません。ボールがこぼれた。
相手よりも人数が多い状態ですので、チャンスをしっかりゴールに変えています。決定機を逃し続けると嫌な雰囲気になりますが、ここは冷静でしたね。これは明らかにキーパーがボールの処理を誤ったことで招いた失点でしょう。危険な位置にボールをこぼしてしまいました。こういうミスは繰り返さないようにしたいですね。おっと、裏へ出した。もう少し行けたような気がした攻撃でしたね。カウンターのチャンスが巡ってきた。まだカウンターのチャンスを。カードを承知の上でのファールにも見えました。カードが出ましたね。イエローカードです。イエローカードでまだ助かりましたね。レッドでもおかしくないプレーです。主審が試合を止めます。この日2枚目のイエローカード、退場です。いや、出てしまいましたか。ここからどうするのか。 PK か。あ、ボールに行ったか。どうだ。今のプレーに観客席がざわついています。サポーターは PK だと思っているようですね。これはカウンターのチャンスです。このボールはコーナーキックになりました。ここで笛、プレーを止めます。イエローカードです。さっきのプレーに対してでしょう。ゴール決まりました。少しでも点差を縮めたい。リプレイを見てみましょう。コーナーキックをしっかり合わせてきました。最後はドンピシャのヘッド。お手本のようなゴールでしたね。違うアングルから見てみましょう。パスの名手と言われるだけのことはありますね。よく見えています。おっと、どうしたでしょうか。マークを外したらいけません。またパスが通ります。この選手から何度もいいパスが出ていますね。カウンターアタックのチャンスです。仕掛けてくるのか。これはチャンス。さて、ここからどのような攻めを見せるでしょうか。このボールは止めただけ。クリアできるか。いいタックルだ。ボールをキープしました。これはもう勝敗という興味は残念ながらなくなってしまっています。うまくつないでいましたが、ここでボールを失いました。このボールはクリア。仕掛けてきました。チャンスになりそうです。キーパー止めましたが、まだインプレー。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。ボールは相手に渡ります。これはお粗末なディフェンスです。イエローかもしれません。警告が出るようです。ここで1枚もらうのは痛いですね。試合終了です。チームはグループステージ2戦目にも敗れ、これで2連敗。スランプから抜け出せません。
前節の敗戦を引きずっていたのか、チームの連携に問題があるように感じました。とにかく早急に何とかしないと挽回できなくなってしまいます。今日は素晴らしい活躍でしたね。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。